い、皆さんこんにちは、マダム栄僕は、フィリピンパブ名古屋のマダム栄です。マダム栄、マダム栄の名にマリチュアのマリチュだ。マリチュだよ。すごいね、マリチュもう名前長いよね。そうですね、マリでも、マリチュ今何歳だったの。もうすぐ40でしょ。あの2個上39でしょ。39です。あ、違う。あ、うん、先生、卒業。え、卒業。卒業。マリチュ大体もう日本何年いる？何年いる？もうすごいです。そんなことはない。久しぶりさ。27歳だったもんね。最初は29だったっけ。あのね、違うよ、その時はもう20、あ、もう30、ね、30、いやー、それから9年ですね。マジで何、ジルコ知ってる？ジルコ知ってる？フランクですよ。アリとかこれアランティア、アランティア知ってる？アランティア面白い。ステージであった？あ、読めだよ、アリストたち。これアランティアの中心みんなの前であと、いっぱいのあのテスターとかどうしたらテクラまだ来るでしょ。本当は11月、チケット買ったよ。おそう、よく名古屋違うでしょ。鶴舞だった。鶴舞に行く、一緒に行くよ。あと誰が、あ、連れてって行きたい。行きたい、もちろん。じゃあ、あと1枚買う。あと1枚買うわ。じゃあ、久しぶりね、本当に。9年、9年友達、8年。うん、だよね。友達。ね。やめます。夜仕事はアルバイト。もうこれから一週間ぐらい、まあ3回ぐらいやる。バイバーイ、さよなら、マリシュです。